竹釘を作ってみようと思い、竹を採取しに来ました。竹は今の暦で9月の新月に取ったものが一番強いそうです。竹釘は節間部分を使いますが、とりあえず車に乗る長さに切っています。運びやすいように割っておくことにしました。次回は皮を剥いで日陰で乾燥させていきます。乾燥の違いを調べてみるため、水中乾燥用の竹も用意してみました。どうなるか楽しみです。それではまた。ここは自由と調和の世界。